どんな人物だと思ってましたえーとでもうーん、あんまりなんかこういう人だなとかは考えてなかったですけどねただあの監督に始まる前にもう真面目に悪事をしていく男なんですけどっていう説明を受けてたんでもう淡々と真面目に悪事を遂行するというか、はい、それでしたねそう,そういったこう追われる役というのはいかがでした、うん いやでも怖かったですね怖かったし追ってる皆さんがすごい楽しそうなんですよだからいいなあと思ってそっち側で追ってる皆さんだけが楽しいならいいんですけど監督もちょっと楽しそうなんですよねだからそういうなんかみ,みんな楽しそうで僕はずっと怯えてるっていう後半戦でした、はい、監督ニヤニヤヤしてたよねそうです監督やっぱちょっと怖いシーンになると怖いだけちょっと笑みがこぼれるというか、はい、それはやっぱ印象的でしたね ちょっと身に覚えがないんですけど。そ <laughs> うですか、真面目に。仕事していた。つもりなんですか。す真面目に仕事をしていると、自然と笑みがこぼれるぐらい。楽しんでらっしゃったという。<laughs> これあの、須田さん、人こわだなと思ったエピソードをぜひ伺いたいんですが。何か浮かびますか。人こわですか。うーん。この映画の試写会に。あの。荒川さんが。筒状のなんかもの、をいっぱい持って,って。 来てらっしゃってて、それを人に配ってて、いやもう本当はえ監督あの二冊二部ね、<laughs> はい <laughs> 持ってきました、<laughs> はい持ってたんです。僕も二つもらったんですけど、家帰ってあげたらあの今回出てる赤堀さんのカレンダーで、家帰ってめくれどめくれど赤堀さんが出てくるカレンダーを二冊もらって、めちゃくちゃ豪華です、ね。それ同じのに同じの二個。 一人二つずつだった。なんか、本当は、あの、監督に渡そうとしたら、赤堀さんが絶対渡すなって言われて。あ、監督の分が、僕、そうなんですよ、監督、じゃ、あ赤堀さんから怒られて。はい。っていう。赤堀さんがあれですよね、剣道着来たり、いろんな格好してるやつですよね。そうです。あれを菅さんは受け取ったんです。ねその渡し方が怖いんですよ、なんか。 なんかなんかこう、危ないものを渡す感じで、殺に握らすみたいな,たい,ないやいや、そんなことはないなんか、頼むぞみたいな怖いですねこうやって巻き込まれるんだなと思いましたう <ん S 3> もういいなと思ってじゃそ素敵でしたけどね、写真そうですよねす本作のキャッチコピーが、気がつけば標的 こちらにちなんだお題でございます。気がつけば〇〇、この〇〇をそれぞれお,かお答えいただいてますので、えー、ここでお話をいただこうと思います。いいですかはい。僕、別に真面目なんです。緊張ですね。この映画の前日に、俺、こんな緊張してたんだと思ったのが、あのさつまいもの皮をこうピーラーで剥いてたら、まず親指をここをバッていっちゃって、結構あの肉ごといっちゃって、うわー、明日いいんだのに、どうしようと思って。 なんか落ち着こう落ち着こうと思ってたら奥歯が割れて飯食いながら,らすっごいかみ締めてたんでしょうね。ちょう超力入ってたんでしょうねうそのまま歯医者行って明日イいいみたいな感じだったりで現場中に途中一回髭半分落としちゃったりみたいなこれの時,これの時あ,あったね。 あったね。福島でね。あの何ミリってこうなんかつけるアジャスターでやってたのがある日それつけ忘れて俺ジュっていっちゃって半分髭なくなるみたいな。緊張してたんだなっていう。久平さんと同じぐらい緊張されてた。そうなんです。緊張してたんだな。よかったです。仲間がいて嬉しいです。ありがとう。全然見えなかった。良かったです。